プロイセン公国、または、高齢プロイセンは、宗教改革によるドイツ騎士団の世俗化の結果、1525年にプロイセンで成立した公国。英語読みで、プロシア公国、ポーランド語読みで、プルシ公国とも、住民はドイツ語話者、ポーランド語話者、リトアニア語話者と多岐にわたった。宗教改革の最中の1525年、ドイツ騎士団総長アルブレヒトは、 クラクフ条約を締結し、条約に基づき騎士団のプロイセンにおける領土を世俗化し、自身はプロイセン公くらいについた。アルブレヒトがルター派に改修していたため、プロイセン公国ではルター派が国境に定められ、プロイセン公国は史上初のプロテスタント国家となった。アルブレヒトはポーランド王を名目上の創始とし、首都をケーニにひスベルクと定めた。 ホーエンツオレルン家出身のブランデンブルク選定校、ヨーハン・ジギスムントが1618年にプロイセン公国を継承したため、プロイセンはブランデンブルクと同訓連合を組むことになる。その二代後の大選定校、フリードリヒビルヘルムは1657年のベイラウ条約と1660年のオリバ条約により、ポーランドからの完全独立を果たした。 ケーニヒスベルクの住民などはプロイセンをポーランドの一部として見ており、ポーランドの総主権を元に戻そうとしたが失敗に終わった。その後、プロイセン公国は1701年にプロイセン王国に昇格した。ドイツ騎士団国の住民の間でプロテスタントが広まるにつれて、ローマカトリック教会のドイツ騎士団による統治への不満が生じ、ホーエンツォレルン家の文家出身である。 ドイツ騎士団総長、アルブネヒト・ホン・ブランデンブルク・アンス・バッハには、不満を抑えつけるだけの軍事力がなかった。ポーランド王国との戦争に敗北した上、ポメサニア主教圏ザムラント主教ゲオルク・ホンポー・レンツが1523年に、ルター派に改修、自身の部下である指揮官にもプロテスタントを支持する者が、続出した。さらに、 宗教改革を推進したマルティン・ルターが1522年にビッテンベルクで1524年にニュルンベルクでアルブレヒトの説得を試み時代錯誤のドイツ騎士団は宗教改革を生き残れないとしてドイツ騎士団国を世俗化して自ら統治する広告に改革するよう説いたそうした中アルブレヒトは急進的な解決策を模索するようになった 16世紀後半のプロイセン公国1525年4月10日、アルブレヒトはドイツ騎士団長を辞任、プロイセンの新獣戦争を経て、ポーランドをジグムンと一世スタルンよりプロイセン公に除された。その後、ルターの仲介もあって、プロイセン公国は史上初のプロテスタント国家になった。プロイセンの新獣、ヤンマテイコ作、1882年、アルブレヒトは ケーニヒスベルクに戻ると回収を公表し、ドイツ騎士団の団員にはプロイセン公営の即位を公表した。プロイセン公即位に反対した団員もいたが、アルブレヒトの支持者やケーニヒスベルク市民からの圧力によりほとんどが折れ、メーメルのコムトゥルであるエイリヒホンブラウンシュバイクボルフェンビューテルのみがアルブレヒトに反対した。そして、アルブレヒトの知性の終わりまでにプロイセンにおける ドイツ騎士団の団員は55人まで減った。団員の多くは財産を保持するためにルター派に回収して、プロイセン貴族と結婚したか、カトリックから回収せず神聖ローマ帝国に戻った。時代総長、バルター・フォンクロンベルクら回収しなかった団員は、プロイセンへの請求を継続したが失敗。プロイセン以外の領地については、維持に成功した。 ドイツ騎士団国から広告への移行にあたって、行政上の変化は少なく、アルブレヒトは公式的にはポーランド王の風神だったものの、プロイセンの自治は維持され、プロイセンには独自の軍、通貨、議会があった上に外交における自主権もあった。1525年12月10日、プロイセン身分制議会により、プロイセン広告における境界法が定められたことで、 プロイセン公国のルター派福音主義協会が成立した。翌1526年3月1日、アルブレヒトはデンマーク王フレゼリク一世の娘ドロテアと結婚、ルター派とスカンディナビアの政治上の関係を築くことに成功した。アルブレヒトの兄にあたるブランデンブルクアンスバッハ編教博ゲオルクもフランケン地方と上主霊寺園で福音主義教会を広めることに成功した。 アルブレヒトはルター派への改修により、神聖ローマ帝国とローマカトリック教会から敵視されたため、以降は、ヤギエゴ朝のポーランドを、ジグムント一世イスタルイの援助を頼ることになった。ドイツ騎士団は、現地住民のキリスト教家という目標を表面的に、達成したに過ぎず、国内で教会を建てることは少なかった。住民の間でもカトリックへの期待は少なく、 現地のバルトプロイセン人やプロイセン系リトアニア人はペルクナスなどの現地神話を信仰とすることも多かった。これに対し、ゲオルクフォンポーレンツ主教は1524年と1540年の二度にわたって異教の礼拝を禁じ、1524年1月18日には宣礼式で現地の言語しか使わないよう命じたことで現地民に受け入れやすくした。ドイツ騎士団がすでに カトリックとプロテスタントを広めていたこともあり、これらの新規定は大きな反発もなく受け入れられた。1525年の教会法により、牧師による見舞いが定められたため、ゲオルク・フォン・ポーレンツは1538年にそれを行った。そして、プロイセン公国ではルター派が国教として定められたため、異教徒には刑罰が与えられた。このようにして、 郊外に住む現地出身の住民は、プロイセンの宗教改革によりようやくキリスト教家が進んだ。1525年、ザムラントで農民反乱が勃発した。反乱は貴族による徴税、急激な宗教改革、そしてドイツ騎士団国の急な世俗化を理由としており、ケーニフィスベルクにおける支持者からの支援を受けた。反乱農民は、 貴族が新ししししく徴収しようととととたた。税税のの廃止と税率を、を元にに戻すことを要求したまた、プロイセン公アルブレヒトではなく無情な貴族に対して判乱したに過ぎないと主張したが、アルブレヒトがプロイセンを留守にして神聖ローマ帝国に滞在していたため、判乱農民はアルブレヒト本人に対してしか忠誠を誓わないとした。 アルブレヒトは帰国すると、平原で農民と面会したが、そこで自軍をもって、農民を包囲、逮捕し、反乱の首謀者を処刑した。移行プロイセンでは大規模な農民反乱が起こらなく、なった。ドイツ騎士団国から広告への移行にあたって、貴族の構成は、変化が少なかったが、農民への支配は強まった。この時期、プロイセンの自由農民であるケルマーは、工作地の、 約6分の1を所有しており、この比率は封建時代のヨーロッパにおいては高いとされる。貴族が農民反乱に怖がるようになったため、プロイセンコン・アルブレヒトを指導者として仰ぐようになったという。プロイセン公国は、ポーランドとリトアニアにおけるルーテル教会と出版の中心地になり、16世紀中旬のケーニフィスベルクでは、新約聖書のポーランド語訳が、 スタニスロー・マーズ・イングスキーにより初めて出版され、また、リトアニア語初の印刷書籍として、カテキズム・オブ・マルティナズ・マスビデスが出版された。1544年、アルブレヒトは、ケーニヒスベルクのアルベルトゥス大学を創設、大学はプロイセンにおけるルター派牧師と新学者を育てる教育機関となった。アルベルトゥス大学は1560年に、ポーランドを、 ジグムント2世アウグストより特権を与えられたため、クラクフ大学と同じ自治権を与えられ、ポーランドリトアニア共和国内の主要大学の一つになった。プロイセンの教会では、現地言語が使われたため、アルブレヒトは、スタニスロバスラポリオニスやアブラオマスクルビエティスなど、各地から追放されたルター派牧師を、大学の教授に任命することができ、結果的には、 アルベルトゥス大学をリトアニアごと、リトアニア文学の中心地にした。1568年にアルブレヒトが死去すると、15歳の息子、アルブレヒト・フリードリヒが、プロイセン公くらいを継承した。1539年にルター派に改修した、ブランデンブルク選定公ヨアヒム2世ヘクトルは、ホーエン・ツォレルンケと、プロイセン公国の相互報道工事上等を目指して、 妻のイボテイにあたるポーランドを、ジグムント2世、アウグストの指示を取り付けて、成功を収めた。1569年7月19日、アルブレヒト・フリードリヒは、ルブリンで、ジグムント2世アウグストへの侵入儀礼を取り、プロイセン公国を報道として、改めて譲渡されるが、ジグムント2世アウグストは同時に、ヨアヒム2世ヘクトルとその子孫を継承者として定めた。 アルブレヒト・フリードリヒが精神疾患により意志が弱まるにつれ広告の統治も弱体化し1577年にはブランデンブルク・アンスバッハ編脅迫ケオルク・フリードリヒがプロイセン摂政に就任したポーランドをジグムント三世は1605年にブランデンブルク選定校ヨアヒム・フリードリヒと、プロイセン摂政協定を締結し1611年には ワルシャワで、ブランデンブルク戦抵抗、ヨーハン・ジギスムントと条約を締結して、ブランデンブルクとプロイセンの相互報道工事上等を再確認した。ヨアヒム・フリードリヒも、ヨーハン・ジギスムントも、ルター派であったが、二人が摂政として統治した、プロイセンでは、住民の大半がルター派に属したにもかかわらず、カトリック信仰も許容された。この政策により、 プロイセンにおけるルター派の聖堂の一部がカトリック用に転用された。1619年のポーランドリトアニア共和国アルブレヒトフリードリヒは1618年に死去したが後継者となる男子がいずれも溶接したため、1569年の相互、報道工事上都と,と1611年のワルシャワ条約に基づき、娘アンナの夫にあたるヨーハン・ジギスムントが プロイセン公国を継承した。これによりブランデンブルク選定綱領とプロイセン公国の同訓連合が成立した。1618年に30年戦争が勃発するが、ヨーハン・ジギスムントは翌年に死去、息子、ゲオルク・ビルヘルムが後継者となった。ゲオルク・ビルヘルムは1623年にジグムント3世からプロイセン公国を授けられ、 ブランデンブルク・プロイセンの同訓連合を再確認された。プロイセンのユンカーは、ホーエン・ツレルン家による統治に反対して、ジグムンと賛成に請願、決定を撤回するか、プロイセン公国をポーランド王領に併合するよう求めたが、失敗に終わった。ブランデンブルクが新生ローマ帝国の報道で、プロイセン公国がポーランド王国の報道だったため、 ブランデンブルクとプロイセンの物的同訓連合は法律上不可能だった。しかし実際の統治では合同が進んだため一般的には合同したとみなされブランデンブルクプロイセンと呼ばれた。ゲオルク・ビルヘルムの息子である大戦帝抗フリードリヒ・ビルヘルムはブランデンブルクとプロイセンを地続きにすべく横領プロイセンの領有を目指したが北方戦争中に スウェーデン王カール10世イ・グスタフにプロイセン公国を侵攻され、1656年1月のケイニヒスベルク条約でプロイセン公国をスウェーデンの報道とすることを余儀なくされた。同年6月のマリエンブルク条約ではカール10世イ・グスタフから大ポーランド4権を獲得する代償としてスウェーデン側での援助を確約した。フリードリヒビルヘルムは マリエンブルク条約により軍事援助を確実に提供する必要があったが、その見返りである領土価値は勝利した場合にのみ与えられるため、フリードリ・ヒビルヘルムにとってはリスクの高い決定だった。そして、カール10世の戦況が不利になると、11月にはラビアウ条約を締結。フリードリ・ヒビルヘルムは同条約でプロイセン公国とエルムラントの主権を与えられた。 プロイセンとスウェーデンの同盟締結を見たポーランド王や二世イカジミエシュはフリードリヒビルヘルムと交渉して成功を収め1657年7月29日にベーラウ条約を同年9月6日にブロンベルク条約を締結したこれら2条約によりフリードリヒビルヘルムはスウェーデンとの同盟を破棄する内称として プロイセン公国の完全独立をヤン2世に認めさせた。ここにドイツ騎士団国から2世紀近く続いたポーランドの総主権が終わりを告げた。また、完全独立は1701年の王国への昇格に必要な一歩でもあった。17世紀のケーニヒスベルクポーランドの総主権喪失は民族に関わらず住民の間で歓迎されなかった。というのも、 プロイセンの住民は、ブランデンブルクの絶対主義がプロイセンに導入されることを恐れ、ポーランド王の創始化に止まることを望んだためだった。プロイセン主とケーニフィスベルクの住民は、ヒエロニムスロットを指導者として、ベーラウ条約とオリーバ条約を拒否し、プロイセンが疑いようもなく、ポーランド王の領内にあると主張した。クラクフ条約により、プロイセンがポーランド王の領内に組み入れられたとき、 ケーニヒスベルク氏が同意したのに対し、ポーランドからの分離独立には、ケーニヒスベルク氏からの同意がなかったのである。ケーニヒスベルク市民は、ヤン二世に助けを求めたが、フリードリヒビルヘルムは1662年に軍を率いて、ケーニヒスベルクに入場、市民に忠誠の誓いを迫った。その後の数十年間、ポーランド王の創始下に戻る動きはあったが、ことごとく失敗に終わった。 1701年、ブランデンブルク選定公、フリードリヒ3世は、プロイセンの王に昇格された。プロイセン国王ではなく、プロイセンの王としたのは、ブランデンブルク選定公領が神聖ローマ皇帝、レオポルト1世の創始下にあることを再確認する、ことで、レオポルト1世を怒らせないようにするためであった。以降のプロイセンは、ブランデンブルクの首都ベルリンから統治されるようになった。 1772年の第一次ポーランド分割で、プロイセン王国が、ポーランド王領プロイセンを獲得すると、王領プロイセンのエルムラントと、元プロイセン公国領はプロイセン王国領、東プロイセン州に統合され、王領プロイセンの残りの部分は、プロイセン王国領西プロイセン州になった。ブランデンブルク選定公領はこの時点でも、新生ローマ帝国の報道のままであり、 ブランデンブルクとプロイセンが法的に統合されるのは、新生ローマ帝国が1806年に解体した後のこととなった。ありがとうございます。